ここに、穴を広げていくにあたってですね、これネック動いちゃいますから、これは一旦固定します。まあ、そんなにしっかりした固定でなくても大丈夫なので、作業台にクランプで軽く固定します。まあ、このぐらい、ちょっとぐらい動いてもこれは大丈夫です。このぐらいしっかり止まってれば平気と。そして、先ほど用意したドリルをですね、使いまして穴を開けていきます。はい、穴広げられたらですね、一応穴の深さとかを、現物を、これちょっと逆側ですけどね、現物を入れて、チェックします。まあ、これも反対向きでいいか。深さだけとりあえずチェックするのがこれで問題ないと思います。はい、ドリルで、穴を広げたので、この縁がですね、ややバリが立ってますので、また例によってしっかり塗装を面取りして、割れが広がらないようにしておきましょう。はい、次にですね、このペグの裏側の留めネジ、これの穴位置を決めていかなきゃいけないんですが、まあ、これ手を離すとですね、こういうふうに、落っこっちゃうような状態ですので、とりあえず表側からですね、このブッシュを使ってまず仮止めをします。はい、それではですね、ペグを仮止めしていきます。ヘッド裏側からペグを入れて、ワッシャーと、ネジ式のブッシュになってます。これを入れて、ネジを手で締めます。これは今は思いっきり締める必要ないので、軽く指で締める程度で OK です。はい、仮止めした糸巻きペグをですね、こう角度とかを決めていかなきゃいけないんですが、レスポールの場合はですね、こうヘッドの形状が、ここの側面がですね、微妙にこう湾曲してます。で、こうやや上開きになってます。ということがあるので、本来こうどういう角度でつけるのが正しいのかということについては、これといった正解はありません。まあ、好みでいいんですけども、だから、まあこうね、すべてをこう、平行につけるという方法もありますし、このサイドのカーブにですね、合わせて少しずつこう曲げてやるというような方法もあるんですが、これはもう、つける人のお好みでいいと思います。はい、この位置が、仮止めの状態で決まったらですね、このネジ穴のど真ん中にですね、手書き針で印をつけていきます。今回使うネジ、まあ、この長さのネジなんですけども、これをですね、入るだけの穴を開けますけれども、また例によってこのヘッドのね、厚さが薄いですから、裏に貫通するようなことがあっちゃいけませんので、また目印用にですね、マスキングテープを貼りたいと思います。このネジの深さから考えて、この辺かなみたいな位置で、まあ、これ結構アバウトで OK です。こんな感じ。ペグ自体の厚みもありますから、これぐらいの穴で十分ですね。この状態で、まあ、これ回りますけど、分かりやすいと思います。これで穴を開けていきましょう。ここは穴が開いてます。次。位置目したところにぴったり合わせて、次にネジ穴もですね、しっかり面取りしておかないといけませんので、面取りビットで、はい、面取りします。はい、ネジ穴を埋めたところですね、微妙に色が、ラミンの棒薄いので、色を合わせるためにですね、これ何色ですか？色の名前が書いてない。まあ、黄土色っぽい、ライトブラウンという色ので、油性のフェルトペンで色をつけます。ちょっとでもこれ濃すぎるかな。ちょっと濃すぎるかもしれないですけどね。ここはまあ見えないですけど、一応塗っときましょう。はい、すべての、加工が終わったらですね、いよいよ、じゃあペグ本体を取り付けていきます。指紋の跡とか残ってないように、こうね、ちゃんと裏表しっかり拭きます。まずですね、ペグはどういう順番でもいいんですけどね、どうしましょうかね。先に、裏側から、ペグをつけて、この、小さいネジですね。これを仮止めするような段取りでやっていきます。表側からブッシュをつける前の段階ではですね、このネジは思いっきりは締めないでください。これは仮止めぐらいな感じでいいと思います。途中までですね。はい、裏仮止めなんでこんな、ガタガタの状態ですけど、これで今度は表側から、ワッシャーとブッシュを入れていきます。ワッシャーはですね、これ明らかに裏表があります。こっち表、こっち裏ですね。間違わないように必ず表側を上になるように、ワッシャーをまず先に入れていきましょう。はい、で、続いてですね、さっきの仮止めと同じように、ネジ式のブッシュを入れていきます。はい、で裏返して、今度はですね、さっき途中まで締めたこのネジをですね、奥まで締めます。ここでまた再びですね、表側にして、10ミリの、ボックスレンチです。10ミリのボックスレンチでこれを締めます。このナットは、ナットというかブッシュですね。ブッシュは、非常に使用中に緩みやすいので、比較的しっかり締めておくことが大切ですが、あまり強く締めすぎると、ここの塗装が潰れて割れたりとか、あるいはペグ自体が壊れるという可能性もありますので、この力加減は気をつけてください。